入れる場所が空きました。止めさせていただきます。ラッキー。はい、到着です。この辺りすごい竹林になってるんですね。いい雰囲気ですよね。京都みたいですね、なんか。ね。さあ、どうでしょうか。すごい綺麗ですよ。まさに見頃ですね。はい、延命寺さんに到着しました。すごい綺麗です。だいぶ色づいてますよね。すごいです。あの向かいのイチョウの木見てください。見た目ね、あんまりピンとこないと思うんですけども、画面越しではめちゃめちゃ大きい木なんですよ。あれ下の人、いらっしゃる人と比べてみてください。すごく大きさが伝わると思います。ちょうどいいな木ですね。今日はね、河内長野市にある延命寺というお寺に来てました。今日もたくさん撮影しました。どうもありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。
今日も見てくださってありがとうございました。じゃあね、バイバーイ、ありがとうねー。